しかも今から今から行こうかなって思ってるんですけど、なんか取れるとこないっすかね。連帯、じゃ本当に突如なんだけど、なんかちげえなーと思って。なんか普通のオクワガタってね、5月6月に取れるのね、梅雨の時期。なぜかっていうと、天敵が少ないから。ただなんかね、ヒメオクワガタは8月17、18が最盛期らしいよね。しかも台風一過の晴れた日の翌日、ピーカンデリの日、もう今日と明日しかねえの、マジで。行くしかねえんだよ。ほら、ワンワン、花も行く。最悪あれだよ、オクワガタ多分俺み、でけえからさ、最悪花をさ、木に吊らしといて、蜂蜜塗って。捕まると思うんだよな。すいません、はい、あのですね、はい、今日とかって借りれますか、車。本日そうですね、遅くまで営業している店舗で空いていれば可能なので確認いたします。あ、すいません、お店、何市何区ですとか、どのあたりでお探しですか。私ですね、新宿に住んでるんで。あ、新宿、はい。なんかその付近でだったらどこでも大丈夫なんですけど。かしこまりました。できるだけ形のちっちゃいやつがいいんですけど。はい。今日これからご利用で、お戻りはいつでしょうか。お戻りはですね、明日の、はい、ですね、昼ぐらいですね、多分。あ、明日のお昼。はい。お待ちください。はい。お待たせいたしました。はい。一番小さい、軽は都内で一台もなくてですね、はい。一つクラス上げて S クラスですと、はい。で、新宿区の早稲田鶴巻町店で1台空きがあるような状況ですね。11時から。はい。なるほどですね。ちょっと待ってもらっていいですか。あ、はい。11時って大丈夫かな。ちょっと友達に相談するので、ちょっとだけ待ってもらっていいですか。はい、かしこまりました。11時どう？ 11 時から山梨行ったらちょっと遅くなっちゃうよね。朝の4時になっちゃうよね。朝の4時に山梨着いて12時に帰ってくると思ったらやばいよね、ちょっとね。だってそんな現地でさ、探す時間1時間しかないよ、絶対無理でしょ。いけるかな、1時間で。無理だよね。あ、もしもし、すいません、ちょっとまた折り返しお電話させてもらってもよろしいですか。はい、かしこまりました。はい、すいません、お電話ありがとうございます。日本レンタカー新宿営業所でございます。あ、すいません、ちょっとですね、確認をさせていただきたいんですけど。はい。もうなんなら今からなんですけど、はい、お車をお借りすることってできますか。どれぐらいまでご利用されますか。明日のお昼ぐらいには帰ってくる予定なんですけど。少々お待ちくださいませ。あ、できればですね、ちっちゃめの車がいいんですが。ちっちゃめの車で。はい、はい。お待ちください。はい。ルルルルルルン。お待たせいたしました。はい。はい、離れたとこからお持ちいたしますので、21時頃のご準備もよろしいですか。あ、大丈夫です。はい、ありがとうございます。あと、喫煙と禁煙のご指定ができなくなっておりますが、ご了承いただきます。全然大丈夫です。はい。ありがとうございます。明日何時頃までご利用されますか。まあ、間違いなくお昼の12時には帰ってくる予定なんですけど。はい。はい。会員番号今お分かりになりますか。あ、もう全然会員とかじゃないんですけど。はい。初めてご利用のお客様に何点か確認したい点があるんですけれども。はい。免許取られて1年以上でご年齢は21歳以上でいらっしゃいますか。免許取ってもう1年経ってるし、年齢ももう31になります。はい。はい。かしこまりました。原則皆様にメンバー登録をお願いしているのと、初回のお客様限定でクレジットカードをお支払いでおりますが、よろしいですか。あ、すいません。もう一回、お願いします。皆様にメンバー登録をお願いしているのと、はい、初回のみお支払いがクレジットカードとなっておりますが、よろしいですか。ちょっと私ですね、クレジットカード持ってないんですけど、はい、現金でできませんか。保険証か何かお持ちいただくこと可能ですか。あ、持ってます。はい、はい、では保険証のご一緒にご提示をお願いいたします。はい、わかりました。はい、ではフィット、スイフト、デミオ、ノートサイズのコンパクトカーのお車、
お昼の12時までで14,476円でございます。はい、大丈夫です。こちらでよろしいですか。はい、ありがとうございます。はい、もうこれって何か持っていくもんなくそのまま行っちゃっていいんですか。免許証と保険証をお持ちいただければ大丈夫です。あ、わかりました。はい、ただ運転される方は皆様のご署名が必要となりますので、はい、必ず運転される方は全員でお越しください。わかりました。はい、ありがとうございます。ではお名前フルネームお願いいたします。私、加藤純一と申します。はい、加藤純一様。はい、はい、ごめんなさい、お待ちください。加えるに、あ、はい、大丈夫です。あ、ありがとうございます。はい、はい、カタカナです。はい、ごめんなさい。で、携帯の番号お願いいたします。あ、ちょっと待ってもらっていいですか、今調べるんで。はい、お願いします。ありがとうございます。はい、本日21時頃お車ご準備してお待ちしております。お願いします。はい、ありがとうございます。はい、失礼します。よし、行くわ。ちょっとさ、俺ちょっと、あのさ、あれ大丈夫だろ、なんだっけ、で、ニラサキの、いや、知ら、あれ、場所は別にどこでもいいだろ。あれな、明日の昼の12時までに奥歯が捕まらなかったら俺マジほんと、あれ、ゴキブリ100匹捕まえるから。あの、携帯の配信で行こうと思うんだけど、携帯の配信。携帯の話、それが緑さんから書いてくるから、パソコン、あ、貸してくんねえかな。すぐ電話して、ちょっと、突然だけど貸してくれませんかつって。最悪ぶっ壊してもいいでしょ、あの人だったら。バックリじゃないし、どうせあの、わかんないでしょ。ダメだ、出ない。え、なんかさ、誰か貸してくれるやついねえから。もう持ってんのパソコン。いや、じゃあ、で、あれだよ、ノートパソコンだよ。あ、もう来た。今、外。あ、電車か。ちょっと待ってね。何時に、もう途中下車してくんねえから。あ、もうこうが、そう、そう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 、こいつさすがだよ、ほんとに。配信見ましたが、ノーパソが必要なんですか。大きなお世話だよって返しておくわ。ストーカーかよ。気持ち悪いやつ多いな、ほんとにな。 LINE しても出ねえしよ、久保田は。もうこうはなんか大きなお世話やって、もうこう嘘、ちょっと貸して、マジで貸してください。ストーカーなのか俺の。え、マジでこいつもう今ノートパソコン持ってるらしい。さすがだよ。